そうですね、僕はなんかこうこれはもう自分のキャリアを通じて、特定の国だけでやるのではなく、もう世界中のいろんなところでいろんなパレットを使うっていうことをすごく意識してまずそもそもやっているんですね。パワーを表現するのは特にアメリカやロンドンっていうのが非常に強いんですよ。で今回パワーなのでナッシュビルでブラスを収録しようっていうふうにお話をいただいて、本を見た瞬間にそれを思いました。教会の中に作られたスタジオなんですけれど、以前から何度か収録をしたことがあって、非常に美しい響きだなと思っていたんですけど、実はそれよりもミュージシャンが非常にこうエネルギッシュなんですよ。マッシュルに一番適した演奏をしてくれるっていうのを前から存じていて、荒っぽい言い方なんですけど音がでかいんですよ。でミュージシャンにレコーディング中に僕もなんでそんなに音がでかいのって聞いたんですよ。でそしたらナッシュビルってカントリーの街なんですね。ミュージックシティなんですよ。毎日、バカでかいこうドラムやギターやベースやってこうそれがアンプにつながれた状態のものたちと張るようにブラスの人たちがバーって吹いてるんだと。だから僕たちは音が大きくなるんだよって言っててなんか単純な理由だなって思ったんですけど、その話聞いた時にあ、本当ここに来てよかったなって思いました。マッシュルに込めたパワー感、それはやっぱりこうマッシュ君の筋肉から来てるものですよね。まあ、当然それとあと魔法の世界という美しいオーケストラの響き、それからラップのパワフルさっていうんですかね、それらがしっかり全部に組み合わさって、マッシュルという世界がパワフルなエネルギッシュなものになればいいなと思って音楽を作ってます。ワクワクしながら見れる作品なのかななんて思ってます。楽しみにしてください。